日米大学野球選手権大会は毎年6月下旬から7月上旬に開催される大学野球の日米対抗戦である。以前は毎年開催されていた。第1回は1972年7月8日、日本学生野球協会、朝日新聞社の主催で開催。神宮球場で行われた第1試合では来賓として出席した皇太子が始球式を行った。 日程は7先生で行われ、5勝2敗で日本チームが総合優勝。それ以後は日本とアメリカのホームアウェイ方式を基本として行い、2007年の第36回大会まで日本が15回、アメリカは21回の総合優勝を飾っている。日本はアメリカ主催の大会で一度も優勝したことがなかったが、第36回大会で 初めて優勝した。日本チームの構成メンバーは6月に開かれる、全日本大学野球選手権大会の優秀選手や、出場選手を中心に編成される。また全日本選手権大会に未出場チームの選手を対象にしたセレクションも行われ、若干長が、その結果で選ばれる。1990年代2000年代はじめには、 開催球場の地元リーグ選出枠が設けられており、各地3名ほどが選出されていた。アメリカチームの構成メンバーは、USA ベースボールにより、選手が編成される。通算成績は、日本101勝、米国128勝、2分。ありがとうございます。